大分路面店ビューティーユースユナイテッドアローズ。渋谷公園通り店渋谷スクランブルスクエア店。熊本鶴屋インショップ株式会社ユナイテッドアローズは、衣類や小物などを販売するセレクトショップユナイテッドアローズ等を運営する企業である。ビームス、シップスと共にセレクトショップのご参加と呼ばれる。セレクトショップ業態の中では最大手である。 1989年10月2日、元ビームスの重松おさむらが、アパレル大手のワールドのバックアップを受けて、ビームスからバイヤー30名を引き連れ離脱する形で、立ち上げたのが始まりである。事業の主体は、セレクトショップの運営であり、機関店として1992年開店の、ユナイテッドアローズ、原宿本店がある。会社名は、モ利リ元成の、 三本の矢の考えを根底にした、束や理念から由来する。ファッション感度の高い層をターゲットとし、自社デザイナーが、デザインプロデュースした衣類や小物などを、全国の直営店で販売するほか、海外の衣類や装飾品、小物類の輸入、販売も手掛ける。また、セレクトショップ運営会社としては、唯一の株式公開企業であり、当初一部に上場している。 シゲマツラが創業したとき、専門重化店という理念を掲げ、店舗を2ダース以上に拡大することは、絶対にないと宣言をし、比較的高額な商品を揃えた、大人のセレクトショップを目指した。しかし、かつて、ユナイテッドアローズでオリジナルを購入していたが、結婚後復職関係に出票をすることがきつくなった35歳以上を、ターゲットとして立ち上げた、低価格ライン。 ユナイテッドアローズグリーンラベルリラクシングの成功と本体の高額商品の売り上げ低迷により方、張り転換を行い、現在では創業時にもくろんだ大人向けセレクトショップはメインレーベルであるユナイテッドアローズでも一部の店舗とザソブリンハウス、クロムハーツ程度となっている。ビームスやシップスなど他の大手セレクトショップと同様、取扱い商品は大別して、 仕入れ商品とプライベートブランドである自社、開発商品の二通りで構成されている。セレクトショップは複数の仕入れ先から商品を仕入れるため、仕入れ商品の割合が多いと思われがちだが、ユナイテッドアローズの場合は、自社開発商品とのミックス戦略である。仕入れ商品で素早い流行を追いながら、利益率の高い自社開発商品を組み合わせ経営を、 安定させるる戦略を取っているまた、ユナイテッドアローズは多岐にわたるブランドを展開しており、ブランドによって仕入れ商品と自社開発商品の比率は異なる。OEM は仕入れに含めて、産出構成取引委員会は、2004年11月24日に、ユナイテッドアローズを含む輸入医療品販売業者6社に対して、 ユナイテッドアローズにおいては2000年8月頃から2004年7月頃まで原産国がルーマニアである輸入ズボーンをイタリア製と表記して販売したことは不当形品類及び不当表示防止法第4条違反に当たるとして排除命令を出したこの排除命令に対してユナイテッドアローズは異議申し立てを行ったが2006年5月15日に 排除措置は不当ではないと審判神決を出した。経済産業省関東経済産業局が2007年10月10日に発表したところによると、ユナイテッドアローズの女性向けブランド、ジュエルチェンジズ各店舗で、カシミヤ70%などの表示で販売した、女性用ストール約1000枚に、カシミヤが使用されておらず、羊毛などが使われていたことが同社内での調査によって判明した。 この虚偽表示は、家庭用品品質表示法に違反する。関東経済産業局は、今後、必要な指導をするとしている。また、厚生取引委員会は2007年12月26日に、前述の女性用ストールについて、景品表示法第4条第1項第1号違反に、当たるとして、解除命令を出した。2007年に新たに4600点の産地の、 偽装が発覚し、排除命令があったにもかかわらず、改善がなされなかったため、消費者庁は2011年3月、景品表示法に基づいて、業務改善命令の行政処分を出す方針である。ありがとうございます。